ジョンヒョンは、韓国出身のアイドルグループシャイニーのメンバーである。2008年5月25日に、韓国でシャイニーとしてデビューし、2011年6月22日に、日本デビュー。2005年、デビュー前にバンドを結成し、ベーシストとして活躍。SM エンターテインメントにスカウトされ3年間練習生として、過ごす。2008年、シャイニーとしてデビューし、 メインボーカルの活動は9年間にも及ぶ。2013年4月1日、実家からが宿所に戻る、途中の東稿大橋で、ジョンヒョン自身が運転する車が、ガードレールに衝突し花の骨を骨折した。このため、急遽、ホワイトシギアスの活動は、メインボーカルであるジョンヒョンを書いた4人となったが、5月23日の、 M カウントダウンで4人に合流し5人でのパフォーマンスを初披露した。2014年2月3日、ラジオ番組、青い夜の DJ に就任。2015年1月12日にミニアルバム、ベースでソロアーティストとしてデビュー。テミンの ACE ロゴに対して、ベースロゴを使用し、シャイニーのロゴにつなげるなど、ソロ活動でありながら、グループのつながりを感じさせるものとなっている。 タイトル曲、フィーチャリングシオン T は先行配信され、主要音楽配信サイトのリアルタイムチャートで1位を記録した。日本の iTunes アルバムランキングや米、ビルボードワールドアルバムチャートなどで1位を獲得した。韓国の音楽番組にて1位を8回獲得した。9月21日、ジョンヒョン自身がプロデュースした全曲自作による初の商品集、ザコレクション。 ストーリーオーパス、1をリリース。自身が DJ を務めるラジオ、青い夜、ジョンヒョンデスナイのコーナー、青い夜作詞、その男作曲にて披露した楽曲を新しくアレンジし収録したアルバム。放送活動は行わず、9月18日ソウルの広大、19日ソウルの大学路にてゲリラライブを開催した。2016年5月26日、ジョンヒョン初のフルアルバム。 を発売。2017年4月2日、ラジオ番組、青い夜を降板。4月24日に、ジョンヒョン自身がプロデュースした、全曲自作による、商品集、ストーリー・オー・パス、にをリリース。12月18日、ソウル・生誕の宿泊施設の部屋で倒れているのを、発見され、建国大学病院に搬送されたが、死亡が確認された。27歳ボー 部屋の中に練炭ンンと見られるものや燃やしたフライパンが見つかったことから自殺をしたと見られている。2018年1月23日、ジョンヒョンが生前制作していた遺作アルバム、ポエットアーティストの音源が公開され、翌日には CD の発売も開始された。収録曲のリワインドが歌詞に日本語が入っているという理由で放送不適格とされ、 KBS の音楽番組で放送されなかった。ミュージックバンク音楽中心でタイトル曲、シャイニンが1位を獲得。ガオンチャートのデジタル総合、ストリーミング総合チャートアルバム総合とダウンロード総合チャートで1位になった。身長171センチメートル、血液型は AB 型。姉が1人、母親は幼稚園で働いている。 青雲大学校実用音楽科卒業。明治大学校大学院映画ミュージカル学科。ニックネームは、ブリンブリン、恐竜、ジャモン、ジョンリー。特技は、作詞、作曲、中国語、日本語。趣味は、映画鑑賞、アロマキャンドル収集、LP 版収集。2017年12月18日18時頃、ジョンヒョンが、 ソウル湖南区西丹道の宿泊施設で倒れたまま発見され病院に搬送されたが死去した。ジョンヒョンはこの日の昼頃宿泊施設に2泊の予定でチェックインしていた。16時42分頃、ジョンヒョンから自殺をほのめかすようなテキストメッセージを受け取った実施が警察にジョンヒョンが自殺するようだと通報。警察と救助隊が出動し、18時頃 部屋で倒れたままのジョンヒョンを発見。ジョンヒョンは発見当時すでに心停止状態で、建国大学病院に搬送されたが、最終的に死亡したことが確認された。部屋には練炭ンンを燃やしたような痕跡があり、警察は遺族と協議をした結果、司法解剖はせず個人が自ら命を絶ったと結論づけ事件は収束した。12月19日、ジョンヒョンと進行のあったバンド。 ディアー・クラウドのメンバーのナイン氏は12月9日から10日のジョンヒョンのソロコンサートの2、3日前に本人から衣装を託されていた。自分が死去したら公開するよう依頼されていたという。ナイン氏は悩んだ末、コンサート当日の会場を訪れ、ジョンヒョンの家族と SM に衣装を提示した。19日、ジョンヒョンが亡くなったことが伝えられると、ナイン氏は自身のインスタグラムに ジョンヒョンの家族と相談の末、彼の遺言により、遺書を掲載します。ジョンヒョンのためにできる最後の仕事をしなければならないと、決意しました。と論争を巻き起こす、可能性があることを踏まえた上で、遺書の全文を掲載した。ジョンヒョンの遺体安置書は、ソウル末白ソウルがザン病院に設けられた。19日午後から、ファンの弔問も可能であった。12月21日に出刊。 ジョンヒョンには男性の親族がいなかったため、シュはメンバー4人が務めた。19時6分、連合がシャイニー・ジョンヒョン、聖誕堂で死亡したまま発見とだけ書かれた速報を出した。続いて19時31分、警察がジョンヒョンを聖誕堂の宿泊施設で倒れているのを発見し、病院に搬送したが、最終的に死亡したと報じた。20時過ぎ、中央日報は、 SM と連絡が取れないと報じた。日本でもその頃にはもう報道されていたが、22時を過ぎてもまだ公式発表はなく、SM が正式にジョンヒョンの死を伝えたのは23時を過ぎてからだった。同じくして、日本の公式ホームページでも同様の声明が出された。ジョンヒョンの死は、BBC、ザッサン、ガーディアン、サウスチャイナモーニングポストなど、 海外メディアでも報じられた。不法を受け、SM のアーティストは予定されていたスケジュールを、キャンセル、延期、自粛した。以下、上記出典より列挙。同僚歌手や SM を対処したルハンやクリス、ファンズ歌をも SNS に追悼メッセージを残し、JYJ の J ジュンも弔問した。年末だったため各曲は、火曜スペシャル番組を構成しており、ジョンヒョンへの追悼メッセージを放送。 SM 所属歌手は模章をつけて参加した。ジョンヒョンから楽曲提供を受けるなど、進行の扱った IU は、2018年1月のゴールデンディスクアワードで大賞を受賞した際、ジョンヒョンの名前こそ出さないものの哀悼の意を表した。第32回ゴールデンディスク受賞式2日目には、イハイがジョンヒョン作詞、作曲のブリーズ熱唱中に涙したレギュラー番組のみ。 ありがとうございます。